よし。まあ、装備ちょっと戻すか。もしそんな、こういうグランガチャでできてくれればありがたいんですけど。お、いる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 けど、これは今は8位やから、グランガチ、いいねいいね。じゃあこれやろうか。守りの聖水ってなんだっけな、ベルとかなるだけか。という今ちょうどグランガチャ、よかった、運がいい。よーし、お客を盛り上げておくれよ。なんて攻撃でセーザス上になるんだったかな。盛り上がってるか。お前たちも熱狂でカオスなんて吹き飛ばしまおうぜ。天候の騎士プレイグブレスっていうやつらしい。デプロテデブレイホーグがかかるらしい。ちょっと使用条件調べよう。あ、そういえばこいつはエアロが良かったんだった。ウィークとかもないや。めんどくせえことしちまった。特に条件ないな。通常攻撃かこのなんちゃらブレス、プレイブブレスをやるみたいですね。やってこないかな。全然やってこないや。あ、やってきた。きたーきたー、やったー。イエイ、早速使いましょう。効果はいかほど？ちょ、調べてなかった。ほうほうほう、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。強化かかった。ちょっとこれ全然ダメだな。やっぱ風ないとダメだな。やっちまったな。時間かかるぞこれ。あ、おい、いったいった。よし、命を粗末にしたな。オッケーオッケー、ライトニングの勝利だ。もうスキップしよう。見事な勝利だったね。よし、もう時間止めて、おっと、まずこれなんだ、プロテスしてる。あんまりやんな。では早速、例の薬試してみたぞ。よく聞いた、想像以上だ。素晴らしかったです。
さようでございましょう。その名の通り、霊剣新たかな飛躍の完成です。さて、次なる一歩ですが、まだあるんだよなこれ。寄り道をしたく存じます。真理の探求はさておいて、ひととき寄り道にご相伴ください。寄り道の友をしろと、どういうことだ。研究には金がかかりましてな。商売の方でまとまった資金を稼ぐ必要がございまして。つまり金稼ぎの片棒を担げというんだな。しかり、次は実験ではございませぬ。この店の宣伝をしていただきたく。ずうずうしいの。こちらは先の霊薬を精製した液体、新鮮ネクトールとでも名付けましょう。当然効き目は保証付きでございます。その代わりどうしろと。ただ飲めばいいなら今までの実験と同じだろう。あなたには簡単すぎる仕事でございます。闘技場に剣士としてご出場いただき、また監修の前でお飲みいただければと。宣伝というのはそういう意味か。またやらなあかんかと。この薬を飲めばあなたのように強く美しくなれる。そう考える者が殺到することでしょう。意外と俗っぽいことを考えるじゃないか。時に錬金の技は文字通り黄金を生むのです。闘技場で使わなあかんのか。闘技場での戦いでお飲みください。観客の印象に残るよう華麗な演出を期待しております。ではご武運を。もう時間止める意味なかった。 GP 無駄した。今グランガチやからエアロラに変えよう。じゃあもう一回やろう。おお、あんたか。闘技大会に使うだけでいいよな。いいよな、相手出たし。そう書いてただけし。よし、お客を盛り上げ。覚悟は済ませている。では早速使いませう。使い時だ。まああれと確かあるのか。あれ、ノーカウントしない。よし。命を粗末にしたな。でも強化は早く切れたな。よし、見事な勝利。こんなんバカいらんわ。もういっぺん使って、よし、これで完了かな。新鮮ネクトールはお一人様一本とさせていただいております。繁盛しているじゃないか。あなたを一目見てピンときたのですよ。この方は必ず黄金を生むとね。大した詳細だ。いいえ、真理の探求。あいつ浮かれすぎやろ。ふざけんなよあいつ。さっきのシリアスどこ行ってんの。人体実験はほどほどにな。今後一人でも犠牲者を出したら研究は終わりだ。力ずくでもやめさせると、それはそれは恐ろしい。さて、お礼と申してはなんですが、我が探求の成果をお分けしたいと思います。お、また今度はオメガが例の薬とは違うのか。
カオスの種子を加えました。身体と魂の双方に強力に作用する飛躍です。ええんかそれ。人の魂は皆カオスより生じたもの。これが長年の探求で掴んだ真理の一端でございます。私の戦略はどれもその知識を応用したものに過ぎませぬ。人の心がカオスから生じる。信じるも信じぬもあなたの自由。そもそもカオスも人の心も捉えどころのないもの。知恵も論理をすり抜けて曖昧もこに揺らいでばかり。ようやく終わり。この帽子なんやろ。この人のではないよな。似たやつもらってるし。リフレッシュ。やっぱ違った。ライトニングには全く似合わねえな。新鮮ネクトールオメガの効果はですね、HP を最大値の半分回復し、で弱体妨害系の状態変化すべて解除して、ブレイブフェイス状態を30秒で15秒間リジェネ状態となるそうです。すごいな。これ一遍、まあ、戦闘中にしか使えないらしいですけど、使ったらまたくれんのかな。これようこそ。お、あ、買える、普通に買える。1280ギル、安いな。普通に買えるんか。まあ別にいいっすけど。ではちょっとここで一旦セーブして切らせていただきます。それでは失礼します。